今回は年収1億を稼ぐ人年収300万で終わる人を紹介します凡人は一生気がつかない稼ぐ人の行動ルール65お金持ちが成り上がりの途中でやっているきれい事で済まない金儲けの真実自己啓発のために本書を購入した年収が多い人というのは社会に対する認識 自分に対する認識が一般の人間とは次元が異なっているそれを少しでも理解したいといつも考えている本書でも学ぶことは多かったこの本を読んでつくづく思うのは金持ちというのはなるべくしてなったということである金持ちというのは結果であってそこに至るまでのプロセスを理解できなければ凡人には到底たどり着けるものではないそこには 人を惹きつける魅力であったり常識にとらわれない考え方であったりあるいは自分に嘘をつかないという誠実さであったり世界をより良い方向へ変えていきたいという志などが意識の根底に存在しているそのようなことを理解できないで単にお金を稼ぐノウハウを知りたいなどと考えている人間は 一生凡人であり続ける。金持ちというのは間違いなく社会に貢献した人間でありこの世界を今以上に良くすることに果敢にチャレンジした人間でありその勇気と責任を持ち合わせた人間である。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら。 チャンネル登録をお願いいたします。